中川隆は日本のトレーナー、柔道家、大阪府出身。自身の経営するスポーツクラブトライにて独自に開発したトライ体感理論を利用し、スポーツアスリートをはじめ、医療関係者、ダンサー、役者、声楽家など様々なジャンルの人へパーソナルトレーニングを提供している。開業医の父と薬剤師の母との間に一男二女の 末っ子の長男として生まれる。母の方針で幼い頃から積極的にスポーツに取り組んだ。6歳から12歳まで地元で水泳を習い、10歳からは選手育成コースに所属。自由形とバタラフライを得意種目とした。10歳から12歳まで少年野球チームにも所属し、キャッチャーで4番バッター、キャプテンを務める少年だった。中学校柔道部に所属。 母が父の病院である中川整形月科の柔道整復師を集め院内に柔道部を設立。部長には格闘家である秋山義弘の父、秋山刑事が就任。秋山義弘と共に指導を受けた。高校でも柔道部に所属し部長を務めた。この頃から理論的に体の動きを分析するようになり、トライ体幹理論の原型となる理論を構築していった。 引き続き柔道部に所属。スプリント種目やパワー系種目が得意だったが、体の効率の良い動きを研究、分析するため、苦手としている、時給系のスポーツ、トライアスロンバイアスロン、フルマラソン、水泳などにも挑戦。大学卒業後、土木建設業のゼネコンに就職。一級土木思考管理技師の国家資格を持ち、 現場監督や所属長などを任され10年間務めた。2012年第9回日本マスターズ柔道大会、M381kg 以下級準優勝2014年日本ベテランズ国際柔道大会、M381kg 以下級準優勝。ありがとうございます。